あった。今何分だ？なんだよ、これ。お供えかよ。気持ち悪いぜ。ないでくださいって柏ででも打つのかよ。
へいへい。取るぜ。取ってやるぜ。ああ、驚いたとでも言えばいいんだろ。もしもし。ああ、ベアトリーチェ、こんにちは。え、マリア？もしもし。この間は楽しいお歌を聞かせてくれてありがとう。だからお返しにマリアもベアトリーチェに歌うね。習った新しいお歌を歌うね。もしもし？ちょっと待てよ。歌うのやめろよ。なんなんだよ。わけがわかんねえぜ。もしもし？なんだよ。なんで、ねえんだよ。嘘だ。人形は結局見つかったのか？物陰からベッドの下まで探したさ。それこそ
中に入り込んでまで。でも見つからなかった。一体あの部屋で何があったと考えてる？ベアトリーチェ様のたたりなんて思いはしねえぜ。あるいは使用人の誰かのいたずらだったかもしれねえ。いたずら？マリアの声はあらかじめカセットテープにでも取ってあって、それを午前2時ちょうどに電話して再生ボタンを押した。そしてほどほどのところで配電盤か何かで停電させた。それからあらかじめ貴賓室のどこかに隠れてた誰かが気持ち悪く笑いながら人形を持って出て行った。そう考えりゃ辻褄は合うぜ。釈然とはしてないようだな。そりゃそうだろう。だってこれが私を脅かすためのいたずらだとしたら大掛かりが過ぎるぜ。魔女のたたりなんてあるわけもねえぜ。でもよ、人間のいたずらだと考えて、それだけの人間が緻密に示し合わせて私を驚かせるためだけに何時間も暗闇で待ち構えてたって考える方が私はよっぽど薄気味悪いぜ。同感だな。いっそたたりの方がマシだ。そのことを後日使用人たちには聞いたのか？聞いたってとぼけるに決まってるぜ。それに最低3人だぜ。あの日は源氏さんと郷田さんと熊沢さんとシャノンの4人が泊まってた。そのうちの3人があんな薄気味悪いいたずらに加担したってのか？わけわかんねえ。だから私は聞けなかった。うん。今でも使用人たちがお前をはめたと信じてるか？いや、多分ビビっちまった私の勘違いなんだよ。きっと人形はどこかに転げ落ちて、私がたまたまそれを見つけられなかっただけなんだ。全て気のせいだったと言いたいのか？人形が消えた以外何の変化も証拠もない。マリアにも後日聞いたけど、歌のことも電話のことも知らないと言われた。とぼけたのか本当に知らないのかはわからないけれど、とにかくあの晩のあの出来事は私が確かにあったと言い張ってるだけで何も証明することができない。皮肉だな。たとえお前が本当にベアトリーチェに会ったと言ってもそれを証明できないのと同じだ。しばらくはショックだったけど、時間が経ってあれは臆病な私が落雷か何かで一瞬だけ停電したのにびっくりして、庭木の枝がちぎれてバサバサ落ちる音を誤解したんじゃないかなって思えるようになった。笑い声は？変な鳥の鳴き声とか、とにかくそう聞こえてしまう何かの聞き間違いだったかもしれねえ。私は強がってるだけで、本当は信じられないくらい臆病だったんだ。だからあんなことがあったように誤解してしまったんだ。そう考えるようにしてあの晩のことを忘れようと自分に強く言い聞かせた。全ては闇の中か。人間忘れようと思えば結構できるもんだよな。以来ベアトリーチェという言葉を聞くたびに嫌な気持ちがこみ上げる。でも
それを顔に出さないように努めてる。うん。おしまい。私に話せるのは、この程度の話だけだぜ。情けない話だから、誰にも内緒に私がビビリだったって、誰にも知られたくねえからな。わかった。最後に、一つだけ質問したい。貴賓室のことで？違う。食堂でのことだ。食堂？お前の会談の直前の親族会議の日、食堂には親族全員が揃ったな。ああ、当時はまだバトラは戻ってなかったけど、それ以外は全員いたよ。もちろん、爺様は除くぜ。エンジェは腹痛で空席だったな。それは、お前の隣の席だな。そうだぜ。それはお前の右の席だったか。そうだぜ。右の席だよ。それが何か？おかしいな。どうして右？十分だ。無理に考えるな。頭痛になら。どうしたんだい、ジェシカ。何を悩んでるんだい？いや、その、右、左、おかしなジェシカ。どう、オービル。ジョージ兄さんやジェシカに何か聞けました？まずまずだ。ベアトリーチェの階段は。なかなか面白かった。階段？どんな話ですか？午前2時の貴賓室にベアトリーチェの亡霊が現れるという話だ。なかなかおっかない話だったぞ。初耳です。誰が言い出した話か知りませんけど、仮にも当主様の恩人を階段にしてしまうなんて失礼な話ですね。模範回答だな。うん。ん？何か？リオンは碑文はわかるか？碑文？何の話です？ベアトリーチェの肖像画のところにある例の碑文だ。すみません、何のことかさっぱり。懐かしき故郷を貫く鮎の川。何ですか？